山本周五郎作「ぶどう酒」「哲学」「アイスクリーム」「書きながら飲むというようなことはめったにしないが酒とは親しい付き合いである」と言って酒なら何でもいいというのではないやはり僕なりの好みがある若い頃から 僕は特別にブドウ酒が好きだった。よく人からどうしてそんなにワインを好むのかという質問を受けるのだが特に難しい理由があるわけではないその頃、たまたま飲み始めたブドウ酒の酔い心地が非常に良かったからである当時はフランスから輸入するにも大層時間がかかったその上 船がどうしても赤道を通ってくるので暑さのために良い酒はほとんど味が変わってしまうだから僕はその中でももっぱら安いものを買って飲むことにしていったその方がかえってうまかったのであるブドウ酒を飲むというとどうしても洒落て聞こえるので嫌なのだが本当に好きというのは仕方がないそれに 僕は欲張りだった。あるものはどうしても試してみたいつまり飲んでみたいのであるテキーラはまだ知らないがこれまで飲もうと思った酒は大体飲んだと言っていいだろう戦前メドックなどは明治屋辺りで簡単に手に入ったが統計酒の方はなかなかお目にかかることができなかった 手に入らないとなるといよいよ欲しくなるものでこのハンガリー産のワインには悩まされたものであるところが昨年の暮れ雑誌社の人たちが集まった時たまたまその日届いた包みを開けようということになったそこで K 君が包みを解き始めたのだが「先生これは統計書ですよ」というのだ。 統計酒と聞いては僕の方が平成でいられなくなるそれなら別のと変えようと大急ぎで取り替えてしまったやはり懐かしいブドウ酒である小説などで有名なこの酒も相変わらずなかなか手に入らないのであるしかしヘルメスデリカワインが発売された時には嬉しかった 実にうまいのである日本にも他にいくつか生ブドウ酒があるが大げさでなくこのワインを作ったことは国家的に褒めてやる必要があろうとさえ思ったヘルメスの白ワインは統計酒の白よりも事実うまいのであるもっとも赤については僕としてはいささか言い分がある もう少し渋みが欲しいのである。ブドウ酒は食事の時に飲む酒であってタバコを吸う時に飲む酒とは区別しなければならない。日本物の,の中にはあまり人工的に手を加えすぎてその辺の区別がはっきりしないワインがよくある。そういう点でもヘルメス・デリカは良いブドウ酒の条件を備えていると言ってよい。 もともと僕は洋食が好きなのだけれど最近はますますその傾向が強くなってきた牛肉でもすき焼きはだめでハッシュビーフとかシチューとかステーキにすれば食べられるけれどもこれに赤ブドウ酒がなければ全く拍子抜けがしてしまうこの間行きつけのレストランへ行ったら ボーイイが僕の顔をを見て急いでワインを冷やし始めた。しかし見ていると赤と白を両方一緒に冷やしてしまうのだ。赤は冷やさなくてもいいんだよと彼に言ったのだがそういう時つくづくもっとワインが普及すればいいと思う。冷えていないワインでも置いてある店はいい方で銀座辺りのレストランでさえ まだまだ置いていないところが多い文春の近くにもいい店があるそこはハンガリー風のビーフシチューがとてもうまいのだが僕が行くと支配人がやってきていつもこう言う「どうもすみません」「ブドウ酒まだ入っていないんです」「店でワインが欲しくても荷が入らないのでは仕方あるまい」 僕はファンの一人として言いたいのだがレストランに行けばヘルメスのテーブルワインぐらいは必ずあるというようにしてもらいたいこれはメーカーの責任でもあると思うワインについてはこんな思い出話があるそれはまだ戦争中のことだった堀口大学さんのお父さんにあたる人で 堀口熊市という人が僕の愛読者だそうで彼がある時良い葡萄酒があるから人をよこすようにと言ってきた僕は人を頼むのは嫌だったから自分で行くと言って出かけて行った彼の家に着くと早速ディキャンター瓶に入ったワインが出されたメドクだったところが続いて出されたものが なんと砂糖と湯だったのであるさあこれを入れて飲みたまえというのだいささかびっくりしたそれもここへ来るお客さんがみんなそうやって飲むというのである鬼口さんの家に出入りするような人でもこんな飲み方をするのですか と思わず言ってしまったくらいである。その時僕はもちろんその赤ワインをゆっくり手のひらで温めながら飲んだ。実にうまかった。だがそれにしてもメドックに砂糖を入れて飲んだのではせっかくのものが泣いてしまう。その後しばらくの間 一瓶でもらって帰ったメドックをビール瓶に小分けしながら楽しませてもらったワインを飲みつけるとこの酒の哲学的思索的な酔い心地にすっかり馴染んでしまってビールや日本酒にあまり魅力を感じなくなるビールの酔いはどうもラフで相撲を取っているような感じだし 日本酒になるとこれは本当に酔っ払いの酒という感じがしてどうもいけない。資金的悪く言えばなにわ節的な酔いである。すぐに膝をまくりたくなるし大きな声を立てたくなる。しかしウイスキーは別である。 「これもいかにも酒飲みの酒といった感じはするがその酔い心地はさっぱりしていていい」「河原崎長太郎が何かに書いていたがウイスキーの酔いは非常に爽やかなのだ」「前の晩に相当飲んでも翌朝の目覚めはさっぱりしていて頭がすぐに使える」「僕のような仕事をしていると朝まで酔いが残るというのでは困るのだ」 僕はワインとともにウイスキーは欠かさないことにしているウイスキーの飲み方といえば最近こんな方法を試みた若い人などはどうも気持ち悪がるが牛乳でウイスキーを割るのである僕もこれを初めて人から教わったときには奇妙な感じがしたものだがやってみるとなかなか調子がいい ウイスキーは角瓶か白札ぐらいがちょうどいいようだオールドのようにうますぎてもいけないしといってあまり口当たりの洗いものでもよくない昨年の暮れ湯河原で週刊朝日の続きものを書いている時オールドサントリーを一本開けたが僕にはうますぎたちょっともったいないような気がする。 ストレートで飲む時も僕はもっぱら角瓶か白札を愛飲している日本酒でも特級だの超特級だのというのはいけないどういうものか好きではないだから外国ものワインでも特に銘柄は選ばないことにしている時にバルザックが飲みたくなることがあるがしかし これも吉田健一さんに言わせれば安酒だそうだそれでも僕はこれをうまいと思っているし僕にとっては贅沢のうちに入るのである飲みたいと思った酒を大抵飲んできたつもりでもドイツの田舎辺りで作っている自家製ビールの味はまだ知らない実にうまいらしい。 ヨーロッパまで汽車で行けるようになったら一つ飲みに行こうかと思っているが飛行機や船で行かなければならないうちは残念だが諦めよう。冗談でなく僕は飛行機も船も嫌いなのだ。飛行機が空中分解でもしたらどういうことになるだろう。捕まるところがないではないかそれでは困る。船だってそうだ。 沈没した時なまを泳げなければ苦しみは少なくて済むが僕はこうか不こうかかなり泳げるはるか彼方に霞んでいる陸まで泳がなければならないということになったらこれはもう実に億劫至極でまっぴらごめんだと言いたい船に乗るのもごめんであるまっ 日本にじっとしていたって今はほとんど何でも飲めるし水も食物も世界一だ何もドイツ組んだりまで出かけていって田舎ビールを飲むこともあるまいさて僕には人類が生み出した傑作を時々数え上げてみる趣味があるのだがその結果はいつもこうなる。 1, 1酒2デカルトの認識論3アイスクリームこれは楠さ正成といえども食べてはいないのではないか4サルトルの実存哲学5水爆こいつのおかげで今平和なのだ どうしたって酒の王座は揺るがない酒がない人生なんて本当の人生ではないだから僕は妻にも娘たちにも酒を勧めている妻はやはり武道酒が好きだが女子美術へ行っている娘はカクテルか日本酒が好きなようだそして僕は相変わらず 酒はワインとウイスキーがすべてだと思いながらただいまも水割り白ラベルをすすっているのである。